ランサーズ株式会社は、クラウドソーシングのサービスであるランサースの運営を行う企業。個人間や個人法人間で、請負い業務のマッチングサービスを提供している。また、近年は、地方在住者へのオンラインビジネスマッチングにも取り組んでいる。下記のサービス提供、プロジェクト運営を行う。フリーランスに、地方での宿と体験を提供するプロジェクト。 富山県は、お試し移住の、さらにお試し版と表現する。共同自治体は、下記旧止区町村である。鹿児島県、奄美市2015年7月1日に協定を締結。在住フリーランスへの仕事紹介、各種講座の開催などを担う。協定は20年12月7日、第2ステージに移行。ランサーズピックスタ GMO ペパボスクーの4社が、 第一ステージから引き続き連携している。栃木県足利市の委託事業として、2015年に NPO 法人コムラボと提携し、クラウドソーシング実証事業を開始。市は報告書で受講生による NPO 設立などの実績が出たと報告。21年の活動目標数値を合わせて掲げている。神奈川県横須賀市2015年12月。 同市より、クラウドソーシング推進の事業委託を受け、各種のセミナーや講座、講演会などを開催している。市の評価を受けた理由の一つは、発注者の54%が東京、受注者の75%が東京以外という地方にいながら、東京の仕事を受注できる点である。山梨県、小菅村村と NPO 法人玉源流。 小菅を含めた三者協定を締結。廃校をコワーキングスペースとし、育児女性の仕事、交流の場として活用している。協定内で、ダンサーズは各種好き。コワーキングスペースを利用したオンライン講座の開催は、小菅村によれば当時日本初である。同事業は、地方創生加速化交付金の対象となっている。千葉県。 南房総市2015年に連携し、新しい働き方講座を開始。2019年2月19日の官邸における第13回シェアリングエコノミー検討会議では、平成28年に規制は約1年で290万円、平成29年に規制は約4ヶ月で34万円の収入を得たと報告された。群馬県、キリ市。 NPO 法人キッズバレー、スペースマーケットを含めた4社で連携し、シェアリングエコノミーを推進。主に雇用創出を担う。キッズバレーマイチームに各種業務を発注するなどの取り組みを行っている。北海道、手塩町2016年11月16日に提携。ICT 活用による仕事機会の創出、住民向けスキル向上プログラム実施。 チームディレクター育成とチーム自走の体制づくりなどを担っている。当時副町長の斉藤圭介は数万円を稼ぎ出す町内女性が出てきたなどの成果を報告している。2018年4月には町民保養センター、手塩温泉遊売にコワーキングスペース等を新設。シェアリングエコノミー拠点都市、在宅アーカーやフリーランサーの支援強化を開始した。 一連の提携は、同開発協会も広報している。町が、シェアリングシティの認定を受ける際、挙げられた取り組みに例のうち一例は、ランサーズとの提携である。岩手県、八幡平市2016年10月13日より、同志業務委託による、プロジェクト、サスライワークイン八万体を実践。同年10月時点での内容は、何白何人でも、1万円で、 滞在化というもの。同様の内容で17年も、継続、市がインターネット環境を整えたリゾートマンションを提供するなどしている。宮城県、長川町2015年3月より、震災後の雇用、移住者を増やす目的で連携。2016年2月29日には、町、NPO 法人、アスヘの希望との三者協定を締結、勝手に、 フリーランストックの活動を開始した。取り組みの一例であるお試し移住プログラムでは5から30日の無料滞在が可能。シェアハウスとコワーキングスペースの貸し出し、現地スタッフによるサポートなどを受けられる。立命館大学准教授の高野強氏は取り組みによる雇用創出の可能性を評価しつつ、東海により定住用の住居自体がないという課題を 指摘している。奈良県、奈良市2017年1月12日より連携。新しい働き方の支援プロジェクト、奈良ら,らワークを推進している。主な内容は、各種スキルの向上を目指す講座やセミナー等の提供。資材従者限定の案件、女性向けの案件が選定し掲載される、奈良ら,らワーク特設お仕事サイトなども立ち上げている。活動開始時、 奈良市長の中川源は歴史的な奈良の多様性に沿って働き方の広がりに期待する胸のコメントを寄せた。長崎県再開市2016年12月26日、再開市と連携し働き方改革プロジェクトを開始。市の委託を受け、ポートホールン長崎など市ゆかりの観光地を活用したセミナーを開催。セミナーは西軍アカデミーの名称で、 再開し、シティマネージャーの宮里健次らが推進。活動開始にあたり、田中隆一、市長は、働き方の広がりと雇用創出に期待する、胸のコメントを寄せた。19年7月17日開催の、再開アカデミー2019では、市、グーグル、ランサーズの三者共同による、デジタルマーケティング講座、グローイズ・グーグルが開催された。 2015年10月より、東海地方におけるビジネスサポートセンター3拠点と連携。愛知県の岡崎ビジネスサポートセンター、岡ビズ、岐阜県の関市ビジネスサポートセンター、関ビズ、大垣ビジネスサポートセンター、垣ビズの3拠点である。連携で、ランサーズが担う業務は、クラウドソーシング活用の周知、啓蒙向けセミナー、スタッフ研修など、 2020年10月15日には、サンセンターとの共同で、社外人材活用促進プロジェクトを開始。オカビズ、セキビズ、ガキビズのいずれかが支援する事業者で、あれば、有料サービスのオプション付与や、紹介手数料割引などの特典を受けられる。2019年12月20日より、障害者版、クラウドソーシング、チャレンジドメインと連携。ランサーズは、 オンラインでの雇用機会とノウハウの提供を行う。両者の連携によるサービスは、トヨタ自動食器や同社のグループ企業などが利用。連携は、日本スジジストロフィー協会も報じた。2021年4月5日、グラミン日本、日本シングルマザー支援協会と提携し、シングルマザーの自立支援を開始。ビジネススキルセルフブランディングなどの講座。 メンタリングの提供を担う。ランサーズを含めたクラウドソーシングでは従来労働力の買い叩きが問題視されている。ランサーズに対する固有の批判事例としてはフリーライターのヨッピーとハテナブログによるコラボ企画で14年8月22日に公開された記事が挙げられる。この記事中でヨッピーは相場より著しく単価の低い案件が ランサーズの公式メルマガで編集部おすすめのお仕事情報として紹介されていたことを問題し、ランサーズ側に労働力の買い叩きを規制する意識がない可能性を指摘した。この件について約5年後の2019年6月20日、ヨッピーとランサーズ代表の秋吉がハテナの公式メディア上での対談を行っている。 2016年にキュレーションサイトの低品質化が社会問題となった。この問題について、ランサーズを含めたクラウドソーシングが原因の一端を担っているとする匿名ライター氏の声を2社が報道した。報道に関し、ランサーズ固有の論点は2つある。1ランサーズはウェルックのディレクションを担当していたか、2報道で匿名のライター氏が批判したディレクターは、 ランサーズ社内の人物であるかの2点である。1、ウェルックのディレクションを、ランサーズが行っていたかについては明確ではない。ライター氏は、ランサーズのディレクションと主張、ランサーズは否定、d n 米は回答を控えた、東洋経済は、ランサーズの主張を認めて記載、ネトラボは、双方の主張を併記している、という状態である。2、ライター氏は、 ランサーズ経由でキュレーションサイトの記事執筆を受け負った。その際、業務管理を担当したディレクターの姿勢について問題点を指摘。質問の返事が来ない、返事が遅れたことを詫びないなどのケースが多く見られたという。このディレクターがランサーズ社内の人物であるかは定かでない。一連の騒動を受け、ランサーズは仕事依頼時のガイドラインを設置。 ディライト案件を発注する際、発注者がランサーズのガイドラインに同意する必要があるシステムを整備した。2017年9月24日、ランサーズ上で政治系サイトのコメント欄への書き込み、保守系の思想を持っている方という依頼が掲載された。この依頼は2日後の9月26日には閲覧制限がかかったことを 報道を行ったキャリコネニュースの記者自身が確認し、追記している。閲覧制限から約1ヶ月後の10月27日、ランサーズは政治系記事案件の掲載中断をアナウンスした。2020年2月25日、社長の秋吉、金丸康史文フューチャー会長兼社長、菅谷俊二オプティム社長の3名が首相官邸に招かれ、安倍晋三を 前首相と会食を行った。この会食を受け、内閣のコロナ対策に関して、ランサーズがネット工作をしているのではないかという疑惑が流れた。この際、公式サイト上の主要取引先の一覧から、内閣府の名称が消えていると、SNS 等で指摘された。この点について、事実を整理すると、一ランサーズは2019年8月末に、 取引先を削除していると、アナウンスにバズフィードニュースは、HP に25日時点で、内閣府の文字があったは、誤りと記事タイトルで明記し、報道 3J、キャストニュースは断定しない立場で、報道という状態である。なお、ランサーズによれば内閣府との取引は、2015年に開催されたロゴコンペのみである。ありがとうございます。